続いてはボイスクロスです。今回のテーマは2017年の目標です。街の皆さんはどんな目標を掲げているのか聞いてきました。ご覧ください。2017年皆さんの今年の目標は何ですか？今年社会人1年目だったので、いろいろやっぱり新しいこと環境になれるのがすごい大変だったなって思うんですけど、2年目になって後輩方が入ってくるので心配できるその先輩になりたいなと思います。2017年、どうしたいですか？受験に受かります。志望校は受かりそうですか？多分受かると思います。ちょっと自信なさげ。今年の目標はちょっと僕YouTuber になりたいと思っていて。今もなんか やられてるんですか？いや、今年始めたんですけどちょっと炎上してしまって、ちょっと一回やめてしまって、はい、2017年からもう一回本気でやりたいなと思っていて。4月から専門学校に行きます。どんな？洋服の。その学校で友達100人作っていい、めっちゃ楽しい1年にします。専門的な洋服のその学校的なことは何かありますか？めっちゃ布きれいにちゃんと着るようにします。学校や就職、仕事など新しい環境へ向けての目標が多い様子。そんな中、こんな目標を掲げている方も。彼女も作ってゆっくり過ごしたいなと。彼女を作って。要するにほら、遊び友達ね。結構今若い子でもね、おじさんがいいって人が結構多いんですよ。あ、そうなんですか。今はじゃあ独身でいらっしゃるの？そうそうそう、独身で、もうラフにね、気楽に楽しみたいと。今年の目標はですね、結婚します。結婚する相手を探します。あ、そうなんですね、はい、今はいらっしゃらない？今はいたりなかったりするんで。意識してる女性の方とかいないですか？いますね。あ、いらっしゃる、はい、どうですか？いけそうな気がしてます。気合入れて伝えようかなと思ってます。去年は自分の身の丈に合わずに好きなことを追いかけてしまって、こう仕事と両立できずに体調崩したりしてしまったので。ちなみにどんなことがあったんですか？好きなアイドルがいて、ちょっとそっちにウェイト大きすぎてちょっと興奮して熱出ちゃったりしたので、仕事もあるっていうことをこう忘れないで。年齢に関係なく趣味や恋愛も大きな目標の一つのようです。そして去年は政治や社会などさまざまなジャンルのニュースが話題になりました。それらを踏まえて思う皆さんの今年の願いは？私実は社会人1年目なんですよ。それこそ過労死しちゃった若い人たちもいるので、健康に働けることをお祈りしようかなと。アメリカがトランプ大統領が始まる年なので、とりあえず安定本当に安倍総理には安定をお願いしたいですね。安保法のいろいろ問題があって、自衛隊の方たちがああいう姿で行かれてるんですけど、あの姿は本当にいいのかなというのは感じるところですね。そういうことがもちろんないことを願いますけれど、ない世界になれば一番いいかなと思います。女性の進出っていうのがすごく期待をしている部分ではあるんですね。小さい子供を育てている、お母さん世代がもっともっと社会に進出していってもらいたいなと。保育園落ちた、日本死ねっていう言葉が流行語になるような、そういう日本ではなくて、みんなが明るく元気になるような、そういう社会を期待しています。皆さんはどんな目標を持ってこの1年を過ごしますか？いいですね、ラフに楽しみたい。そうですね70代だ。さあ、お知らせの後はエンタメクロスをお伝えします。お知らせですかね。あれ、このまま行きますかね。